どうも、マッシュです。今回ですね、ナイキのエアフォースワンの白にですね、手書きのカスタムペイントを入れていこうかなと思います。で、今回ね、描く絵なんですけども、今大人気、放送中、呪術廻戦に出てくる五条悟先生を描いていきます。いや、マジでね、このキャラクターずっと描きたかったんですよね。はい、満を持してこう描くわけなんですけども、まあ、スニーカーにね、こうシャーペンで下書きするときってね、全然色が乗らないのでね、よく脱脂してからね、やるといいですよ。で、この線だとね、見えづらいので、上からね、さらにこう、マジックとかで、なぞります、線を。で、バーってこう、なぞってって、こう、線がね、こう、くっきり出たところで、下のね、下書きの線は邪魔になっちゃうので、まあ、消しゴムでバーッと消していきます。でね、これ消しゴムで消すとですね、上に乗せたマジックのね、あの色もちょっと薄くなるので、書き足ししながらね、うまい感じで線を乗せていきます。でね、ここで気づいたんですけども、あのナイキのマークを避けて目を描いた影響で、もう全然別人になっちゃったんですよね。下書きの時点で気づけばよかったんですけども、まあ、これにね、眼内して1週間ぐらい落ち込みました。はい、ということで1週間後ですね。ようやく、あの、思い越しを上げて五条先生を書き直しました。で、今回ね、裏側に書いたのは、アイマスクバージョンの五条先生ですね。まあ、目とは違ってね、こっちパターンも書き応えありそうですね。で、五条先生、色白なんで、まあ、こう、肌色を今塗ってるんですけども、薄く塗り重ねてますね。あの、最初からね、この色で塗ろうとするとね、思ったより濃くなっちゃうので、何度も重ね塗りして、あの、肌のね、色味っていうのを再現していこうかなって感じですね。で、肌の色を乾燥させている間にですね、別のカラーを作っていきたいと思います。お皿を用意しまして、次作るカラーがですね、五条先生の服の色ですね。紫と白。こちらの色をよく混ぜて、こう、シャバシャバにしていきます。で、こんな感じの紫ができたら、ここにね、黒をちょっとずつ入れて、まあ、服のハイライト部分ですね。そこを先に作っていきたいと思います。こんな感じ。で、これを平筆でね、まんべんなくムラなく塗っていきます。これもね、あの、塗り重ねた方がいいですね。結構広い面をね、のぺっと塗るときはね、やっぱ塗り重ねがいいですね。で、ここのね、手前部分はいいんですけども、奥のね、こう、フードの中の部分がね、ちょうど段差になっちゃってて、ここはね、仕方なく細い筆で塗ってます。でね、細筆ね、ムラになるんでね、結構丁寧に塗ってください。で、これが乾燥したら上からワントーンくらい紫をね、塗り進めていきます。まあ、これでね、服のシワ感だったりとかが出てきますね。で、一気に五条先生って感じになるのでね、この辺からテンションがだいぶ上がってきましたね。もうモチベーションも回復しました。あざっす。で、テンションが上がったところでね、これをキープしつつ、さっきの色をね、白と混ぜて薄めのね、紫を作ります。で、これは髪の色ですね。薄く塗り重ねていきます。まあ、映像だとね、全然ね、こう違いがわからないと思うんですけども、まあ、本当に気持ち薄く紫になってますね。で、これをね、うまいこと何度も塗り重ねて、はい、下地を作っていきます。で、これがね、あの、塗り終わって、うまい感じでね、こう乾燥したら、さっきの色よりも紫の色、濃いめでね、影を描いていきます。髪の影ですね。で、これ描くことで、髪っぽさというか立体感とか束感みたいなのが出て、よりね、アニメの五条先生らしくなってきたかなと思います。ただね、この影をね、ただただ入れた段階だと、わかりますかね、ちょっとパキッとしすぎちゃうので、このコントラスト薄めるためにも上からもう一段階ね、あの、薄い紫を塗っていきます。で、髪の方向に合わせてね、塗ってあげるとね、髪の毛感って出ると思うので、まあ、こんな感じでね、向き気にしながら描いていきます。わかりますかね？ちょっと馴染んだのわかりますか？これをね、塗り進めていきます。次は肌のね、影部分を作っていきたいと思います。黄色と赤と白と黒をね、うまいこと混ぜまして、まあ、五条先生の肌の影部分を作っていくんですけども、まあ、さっき同様ね、この人ね、色白なんで、あんまり暗い影にしすぎると、これもまたコントラスト強くなりすぎちゃうんで、まあ、これもシャバシャバに作って、塗り重ねて、うまいこと色味調整していきます。鼻のね、横だったり、耳の中だったり、こう首のね、ところ、あとね、手前にある指ですね。手の部分の影をバーっと描いていくんですけども、部位ごとにね、ちょっとだけ濃淡が違うので、まあそういったところを気をつけながら塗り重ねていきます。で、こうね、段差部分とかがね、結構大変なんですよね。手とか首とかの部分がちょうど段差になっちゃって、で、こういったね、ちょうど段差だったりとか、皮のつなぎ目のとことかはね、あの、丁寧に塗っていきましょう。じゃないとね、本当に、あの、なんか狂うんですよ。ここ結構慎重にいきましたね。そして、口の中の部分はさっきの色にほんのり赤を足して、このこうベロとかね、口の中の感じを表現してます。で、次、アイマスク部分ですね。で、アイマスクは五条先生、紺色ですね。
で、これもまたさっきの服と同様、ハイライト部分からね、塗っていきます。でね、こういったね、結構直線が多いところはね、こう平筆でバッと塗ってあげた方が時短になるんで、おすすめですね。いや、平筆ほんと使いやすいんですよ、こういう時。で、これをね、もうこう、ザーッと塗っていくんですけども、まあ、さっきも言った通りね、初っ端からその色を乗せようとすると、どうしてもね、なんか難しいと思うんで、もうシャバシャバのやつを何度も何度も塗り重ねて、この色まで持っていきます。で、これができたら、さっきの色に黒を足して、ね、シャドウ部分の色味をこう塗っていきます。で、この五条先生のアイマスク、なんかこう、サテンっぽい生地感というか、それをこうなんか突っ張らせたような感覚なので、まあ、そのテカテカとした生地感をこう表現するのを意識しつつこう塗っていきますね。で、こうハイライトが入ったサテンっぽい生地感ができたら、はい、しばし乾燥タイムでございます。うまいことね、乾燥したらペンで輪郭を描いていきます。で、アニメの輪郭ってね、漫画の輪郭とかと比べると結構細い印象なので、細めのね、ペンで薄く輪郭をまず最初に描いていきます。これね、あんまりね、こう、パキッとしすぎると、イラスト調になります。イラスト調っていうか、漫画っぽくなります。次はですね、手のディティールを攻めていこうかなと思います。今のところね、色がベタッと乗ってるだけなので、すごく平面的なんですけども、ここに関節を加えてあげることによって、よりね、あ、手だっていうのがね、わかると思います。あ、この辺ぐらいからね、だんだん手って分かってきませんか？ああ、いいですね。気持ちいいですね。髪の毛の輪郭描くか迷ったんですよ。アニメの五条先生だと背景が暗いんで、まあ、髪の毛はっきり見えるんですけど、今ね、白のフォースワンに描いちゃってるんでね、薄く描きました。そしてですね、手の輪郭、ここをですね、もう少し太い方がいいかなと思ったんで、筆でなぞってます。まあ、段差が多いんでね、結構太い方がはっきりしていいですね。うん、太くして正解でした。そしてね、ちょうどこの輪郭のとこも段差に被ってるんですよ。これがね、ベリーハードでございます。まあ、こっち側はいいんですけども、こっち側ですね。ちょうど測ったかのようにつなぎ目があってね、かなり難しかったんですけども、まあ、丁寧に仕上げてね、ようやく完成しました。それでね、完成品ご覧ください。どうぞ。実はね、表面にも書いてあったんですけども、いや、誰これって感じになっちゃったんで、まあ、個人的にはね、裏側の五条先生の方が気に入ってますね。いやー、表面に書きたかったな、これ。ちょっとね、リベンジするか悩みますね。いやー、でも楽しかったです、書いてて。この動画がね、面白かった、良かった、五条先生好きだよって人なんかはね、チャンネル登録、高評価お願いします。あとね、みんなにね、拡散してもらえるとね、嬉しいです。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。